学校クリハです。集まる動物の森ハッピーホームパラダイス、続きをプレイしていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。波の音も相まっていい感じだね。かわいい。みんなサンダウンポンチョもかわいい。はい、よいしょ。ちょっと離れたところでやりましょうか。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。かわいいな、みんな。いた子もかわいいな。よいしょ。じゃあ早速ですが、お仕事しましょう。おはようございます。はーい、お仕事しまーす。はーい。ガチャ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 。行っていきまーす。前回は大使の行列ができるラーメン屋さん、イノシシ。作りましたが、代わりに誰が来てんのかな。こっち側じゃないの。クマロスだっけ。最高にクールな農場を作って、農業で成り上がりたい気分。へえ。でも農場って外側はなんかイメージできるんやけど、中のイメージ全然できないんだよな。探偵事務所。キノコ。ピンクに囲まれたい。小宇宙。バットブンブン触れる場所。おー、ごめんね。音楽が聴ける昔ながらの喫茶店。喫茶店いいんだよな、でもな。でもなーって。お店屋さんばっか優先して作っちゃうとね、アンティークな家具を揃えて趣向がある暮らしがしたい。いい音楽を聴いて自分磨きも悪くないかも。フリアリアどう思う？フリアリアどう思う？アンティークなんかこういうオーソドックスなのもしばらくやってないしね。ごめんね、ごめんね。よいしょ。悩ましいね。あ、今日はライオネルがいる。やっほー。石油王の館みたいな贅沢な別荘を建てた。石油王の館なんて見たことないよ。ファストフードの店もね、いいんだよね。で、山に登って景色を眺めたいって言うのもさ、イメージが全然わかんない。外側はなんとかなっても、家の中どうするのって話だよ。まあ、ちょっと、キノコ行ってみますか。そうでーす。はーい、お任せあーれ。はーい。はーい。森のキノコに包まれて、本当にキノコだね。はーい。まあ、ジャングルっぽそうな場所がいいよね、じゃあ。どこ？あ、
ああ、こういう、いやでもこれジャングルっていうより遺跡だよな。こういう場所？竹はちょっと違うもんね。砂漠もちゃうもんね。そうだね、さっきの、ここにしますか。はい、とりあえず1階に行きましょう。うん。はーい、お任せあーれ。前回に引き続き、コントローラーの反応が悪いので、ギャーギャー言ってるかもしれませんが、許してね。どすえ。どすえ。森のキノコに包まれて。じゃあ早速。おうちですが、木製がいいよね、森だから。でも和風はちょっと違うよね。こういう家とかもいいんじゃない？石屋根。ああ、かやぶき屋根いいね。ちょっと同化させとくか。黒子の色、ないもんな。あ、これちょっと近いか。で、夜にしよう。あれ。夕方。むっちゃ夜になったな。これぐらいの方がいいか。で、ちょっと柵は申し訳ないけど、あ、やっぱ夜にするか、深夜。よいしょ。あ、違う。ボタン間違えた、こっち。ボタンは。あ、ちょっと。もうダメかもしれない。むっちゃええボタン押し込んでる、今。こうして、その、なんて言うんだろう。まだらにというか。で、これも色をちょっと2種類いけるかな？ちょっと色が違うな。ここら辺？あれ？あ、ここら辺いいね。まだらにやらせてもろって、で、あとはもう単純に、こう、草を生い茂らせる。草を生い茂らせる。木を生い茂らせる。ちょっと、よいしょ。むっちゃ A ボタン押し込んでる。私今むっちゃ頑張って A ボタン押し込んでる。むっちゃ A ボタン押し込んでる。よっこいしょ。ここか。
違う違う。間違えた。ボタンが違う。ちょっと、よっこいしょ。X。以上いけんもんな、こっちにな。違うなぁ。これがこっちか。間違えた。うん。で、オーダー家具って。このパラソル、まあ、キノコ家具とかタケノコを置いていくようなイメージでは2回押してないねんイメージではあるんやけど、腰掛けとかね、季節家具まで飛ばないか。ああ、でもそっか。ハロウィンか。ちょっと2回押してないんやって。2回も押してないんです。申し訳ないが。キノコ家具はあれか、分散してるか。下に行ったらあるかと思ったけど、ちょっといろんなものをわさわさ置いて、50音で並べてキノコ出した方が早いまであるよな。あいうえお順に並べました。あ、そうそう、キノコのランプとかね。机とかね、そう。置きたいよね。キュートなソファーは置かないよ。キュートなソファーは残念ながら置かないよ。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。タケノコ、タケノコちょっと違うか。いろいろ適当に置いていきますが、ちょっとバランスはまた後で。ここダメなの？ここならいいの？
ここを置きたいんだけど。木がなかったらいける、もしかして。木がなかったらいけるか。OK だけど。木にちょっと置きたいよな、やっぱり。あ、違う。これ以上あれか。間違えたよ。これだと、ここに木を置いてる意味はないね。こんなでかくすると、木がない？こっち置かれへんのかな、ちょっと。あれやな。ここ置かれへんのかい。ここ、ん？ちょっと待って、置ける場所がシビアだぞ。焚き火はいっか。ここら辺とか置きたいけど置かれへんもんな。それ以外に置いてさ、目立つ場所ないんだよな。どっか椅子に座らせてあげたいけど座れる場所ないね。後ろのあれが全然見えない。角度なら見えるけど。ということは、あ、ちょ、よいしょ。もう一個こっちで、ここら辺行くと、あ、いいんじゃない。オッケーではあるんだけど、ランプ系で背丈の低いランプないもんな。あのタケノコぐらいしかないよな。タケノコ置くか、やっぱり。ここは置かれへんか。見えへんな。そうだな。あそこ置けたらあそこ置きたいのと。どういった？じゃない？ちょっとごめんね。あ、この木箱をどうするか考えてなかった。しまった。ちょっと意味深な感じで置いとくのもいいかな。ここら辺置くと見えへんねんな。間違えた。こうかな。いいんじゃない？なんか森の中にあるハロウィンなのかキノコなのかよくわからない。あ、ここ座らせてあげればよかった。見えないね。ちょっと待って。この椅子。ここ置かれへんもんな。
いる。ちょっと待ってね。そうですね。まあ、こことかかな。じゃあ行きましょう、中。キノコまみれやろ？キノコまみれやろ？キノコのテーブルはやったね。これなんだっけ？キノコのスツールか。違うな。だったら、縦長の方がいいかな。窓なしで、ジャンゴーの、ジャンゴーなかなか使いどころさんがあって好きよ。紅葉の壁いいね。あ、キノコの森の壁。光ぼけ？これさ、いいじゃん。光ってるね。光りこけだから。じゃあ、ちょっと作っていきますかね。ちょっと、とりあえずオーダー家具はクリアしてるから、とりあえずいろいろ置いていきますが、ハロウィン置いた方がいいかな。家具で緑系、緑系っていうのはその草花って意味の緑系。そうだ、こういうのしかないんだもんな、なんか。よいしょ。あ、よいしょ。あ、よいしょ。あ、よっこいしょ。あ、ちょ。アーチはなんか、個人的につけてあげた。置ける場所が限られてる。スツールじゃ2個もいらんか。やるんだったらこれこっちだよな。で、キノコとこれ逆だな。グリーンでいっか。キノコのスクリーンって何が変えるの？あ、そういうこと。あれ違う。あれ ?ZR コピーだよね。背丈の低い草が欲しいよね。背丈の低い草なんてそもそもないよねっていう。小物でワンチャンあるかなっていう。ちょ、違うの。
小さすぎて。変ねんか、これもしかして。あ、ワンチャン一個置けるのか。なるほど。こうすると暗いから、ところどころライトを置いてあげたくて。ライトゾーンどこだっけ、もうちょっと上だっけ。ここら辺か。あ、パームツリーランプ。ちょっと違うな。ちょっと違ったな。で、色味を明るいっていうより、ここ置きたいな。そこを置くには、一個前出すしかないよね。ここ置きたい。あんま、なんかライト置いてますっていうのをこう、アピール。しないレベルで行きたいよね。卓上ライトでなんかいいのあるかな。あ、ちょっと違うね。あ、木の実のランプとか。なるほどね。何がどうなるほどなんだろうって感じではあるけど。これとさ、これを場所交換して、あ、かわいいじゃん。間違えた。あー、にゃん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 。あれ？どこ行った？右後ろの方もなんか欲しいよ。ちょっと長押ししてるんです、私。私長押し、はい。ちょっと。よいしょ。いいじゃない。オッケー。壁に何を飾りますかって話で、オーダー家具は、ノームがいるのね。はい。まあ、ライトつけたいけど。まあ、あと、もうちょっとこう、ジャングルっぽさを出すために。まあ、見えへんけどな。
ああ、木の実のモビールとかもある。何でもかんでもごちゃごちゃすればいいと思ってるような作りになっている。もう暗すぎてさ、見えへんねんな。壁か。あ、ガーランドは光るんや。へえ。あるんや。ええやん。光らしたいけどさ、ちょっと待って。光らしたいけど。ここならつけれる。はい。これ右行かせて。ステッカー チッコールステッカーに最近頼りすぎてるからな。ちょっとほどほどにせなか。壁掛けキャンドルをこう、見えにくい位置に置いて、さりげなさを強調した。あんま目立たへんねんな。さりげなさ強調とか、なんか何もなくねっていう。ねえ。ここはなんかもう、つるのがあら、あ、吊り下がる光ゴケ。これで、ちょっといろいろ。遠近法を考えながら。鶴のガーランド。これ、いい色。ライトグリーンの方が。違うか、横向いてるからやと思ったけど、そうでもないか。ちょっとさ、黒こそこ寝てみてよ。あ、すごーい。キラキラする。びちゃびちゃする。あそこら辺に一個なんか明かりが欲しいなぁ。ここら辺。でも、壁掛けキャンドルしかないねんな。あ、でもいいか。かわいいかわいい。かわいいけど、壁に飾ったもんがもうことごとく見えてない。ただごちゃごちゃしてるだけっていう。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？あれ？これ、手前なんか欲しいな。ちょっと待ってな。これ手前。これ一個ずらすには、ずらせない。であれば、履歴からグランドライトで、ここ置かれへんの？
なんで？ここならいい？手前、ダメやな。手前に欲しいねん。縦10にする？いやーでも今10にしてもなー。今やってもなー。であれば、壁紙の、じゃ、壁紙じゃ、壁の、これを、あ、でも意味ないか。だって、鶴のガーランドじゃない。これ、星のガーランドがあって。星のガーランドがあっても見えへんねんもんな。手前。ちょっと一回じゃ、一回、この、一回ここ消えよう。ちょっとまあ、後で。戻すと思うけど。ここにさ。どっちにしても目立たんか。アーチが目立たんのか。え、ありがとう。あれ。ありがとう。あれ？よいしょ。あれ？ちょっと待って、長押ししてんねんけど。長押ししてんですよ。ほっ！ちょっ。よし。これと、スツールやな。スツールやった。あ、違う、スツールじゃないわ。丸太や。手前のアーチを、なんか、違う種類で実はアーチ、いい感じに見えるのとか。はい、すいません。ああ、これだったらまだ。キノコ感は減るけど。キノコに囲まれてっていうより、カボチャに囲まれ、あ、でも木の実、3対3対4ぐらいかな。はーい、できたよー。完成しました。出せ。で、てん。ん？アーチの部分がやっぱりちょっと全体的にやっぱ暗くて何が置いてあるか分かりづらいっていうのがあかんか。あ、でもここの見た目はいいね。ちゃんと歩いたらシャクシャクしてる感じがいいね。ペロケル、ペロキャンディーを食べるのね、今から。ペロカンとか言いそうだった。取らして取らして、はーい。まあ黒子服はそのままでいいかな。ここ寝てて、よいしょ。なんかもうちょっと、なんかないかな。
あ、これも、これいいけどさ、サムネにしたときに黒子消えそう。着心地にするんかい。ちょっと、もうちょっと。ごめん。そうじゃないの。あ、ごめん。違うの、ごめん。黒子、もうちょっと寝てて。よいしょ。いや、こっちの方がいいな。こっちでいっか。よし。オッケー。ごめんね、起こしちゃって。待てよー。やりまーす。はーい。ありがとう。ただいま帰りましたー。はーい。はーい。ありがとうございます。今日は終わります。はーい。待ってろ、8番ためでやるからな。はい、ということで、今日は黒子の、キノコに包まれて、だっけ、お送りしてまいりました。まあ、キノコといえば私、椎茸が好きなんですけど、全然関係ないですけど、昔通ってた学校の学院祭で、キノコハンバーガーっていうのを作ってたクラスがあったなっていうのをふと思い出しました。椎茸に肉挟んで、だから椎茸がバンズ代わり。とってもちっちゃかった。そんな、それはどうでもいいんだよ。そうだね。もうちょっとね、なんか明るく、部屋明るくした方がよかったのかな、あれ。どうせなんか木の実のランプとかさ、ハロウィンの、ランタンとかが、暗いとこで輝く。から暗めの部屋にしたけど、そしたらアーチとかね、そうじゃない部分が暗くて何が置いてあるのか見えづらくなっちゃったっていうのがあるから、なんかもうちょっとうまくやれたのかなという感じはしますが、まあまあまあ、あれはあれで可愛いからいいでしょう。はい。ということで本日の営業はここで終了です。また次回をお楽しみに。バイバイ。いや、でもキノコバーガー、椎茸バーガーは味は良かったよ。